西案内人の鈴木宇治です。もう世界一周まで残り5日になりました、5日。5日になりましたよ。寂しいです。でも楽しみです、みたいな。うん、もう家族みんな心配してへん、全然。もうあんた、ね、多分最後の別れやと思うから、みたいなノリで。そう、友達とか、会社のやつとかも、もうなんか世界一周イコール、もしかしたら死ぬかもしれへん、みたいな考えなんで。まあ、世界一周イコール、もうもしかしたら最後の別れ、みたいな。自分死ぬのみたいな。そんな感じでたくさんお守りとかもらって。いや、やばいやばいやばい。めっちゃびっくりした今。今喋っててピンポンなって、みたいな。あんま大きい声で喋ってるから、まあ苦情かなと思ったら、こう多分。目覚めよって書いてある。神はいますかみたいな。多分宗教の勧誘かな。多分。うん。いや全然コーナンは別に偏見な目はないけど、いやめっちゃびっくりした。めっちゃびっくりした。ねすごい。ありがとうございます。はい。そうそうそう。服脱いじゃったやん。服脱いじゃった。ちょっと服着ます。手ぬぐいも、うん、取ろ。めちゃめちゃお守りたくさんもらいました。これはあの埼玉の西新井大社のお守りですってね、ケンちゃんありがとうっていうね。あとは三島大社のお守りとか、あとは他にもいろいろありますってね。まあ、てことで引き続き応援の方よろしくお願いします。引き続き応援の方よろしくお願いします。お願いします。お願いします。うん。ホームページ。ね、見に来てください。YouTube もチャンネル登録お願いします。Facebook の方はページだんだんいいね上がってきました。今週までに500くらい頑張ります。やっぱ知らない、自分が知らないようなとこに、わー飛んでほしいから、ね、お願いします。では皆さん、安全運転で、行ってらっしゃい。